セレブは落胆、労働者は置き去り。米大統領選で共和党のトランプ前大統領が返り咲きを決めたことで、民主党のハリス副大統領を応援してきた芸能人らに落胆は広がっている。各地で開かれたハリス氏の選挙集会では、セレブが登壇しスピーチやパフォーマンスで支持を呼びかけたが、その裏でこれまで民主党を支えてきた労働者層が置き去りにされたことが敗因との見方も出ている。女性に対する戦争だ。若者に人気の女性歌手ビリー・アイリッシュさんは SNS で、男らしさを前面に出したトランプ氏の勝利に憤りを示した。映画、スター・ウォーズ、で初期3部作の主役ルーク・スカイウォーカーを演じた俳優マーク・ハミルさんは、ふさわしい人物が、米国の指導者になると話す人が間違っていたと証明されたのか、それともここは米国ではないのか、と嘆いた。ハリス氏の集会では、ビヨンセさんやレディー、ガガさんといった女性歌手がパフォーマンスを披露、女性や LGBT など性的少数者の権利を擁護するハリス氏を積極支援したブルース・スプリングスティーンさんら男性歌手も駆けつけ、セレブの応援はハリス氏が優勢だった。だがこれが裏目に出た可能性がある。ハリス氏は中間層の強化を掲げながら演説で具体的政策に踏み込む場面は少なかった。共和党は同志が富裕層でもあるセレブの集客力に頼り、インフレに苦しむ一般国民に目を向けていないと攻撃。同党のルビオ上院議員は、ハリス氏にはセレブ、トランプ氏には毎日懸命に働く米国市民と揶揄した。2016年と20年の大統領選で民主党候補に名乗りを上げた急進リベラル派のサンダース上院議員、無所属は6日、労働社会級を見捨ててきた民主党が労働社会級から見捨てられたのは驚きではないと強調。多くの国民は怒り、変化を求めたのだと絶望鋭く批判した。まるで国賊安倍と地獄の壺自民みたいだね。わら、安倍自民が米国民主党？何言ってんだお前。わらわらわら、日本にも上級国民やセレブが支持して一般国民にそっぽを向かれている政党があるね。共産党だな、まさか最大政党の話ではあるまい。アメリカを分断しているのはトランプではなく、多様性とか気候変動の問題を急進的に行おうとしている民主党。トランプという男を候補にできてしまう立法がおかしいだけ。ヒトラーも犯罪を犯したのに首相にまで上り詰められた。アメリカのおかしなところが出ただけ有罪判決を受けた者は立候補できないという決まりを作ればよかっただけアメリカの過信だわ。罪の捏造となすりつけ合いになるからダメね。こんな単純なこともわからんのな。その通りで民主党はトランプを抹殺しようとしたよね。民主党は怖い。どこが捏造なんだ。トランプが有罪判決を受けたのは歴々たる事実。一般論の話ですよ。目の前のことに飛びつかずによく考えて行動しましょう。トランプさんが勝って本当に良かった。日本に例えるなら自民党か。逆にセレブ連中のハリス氏推しが悪い方向に作用したところはあるかもね。金持ち連中に物価高に苦しむ庶民の気持ちはわからんだろうって。そんないわゆるセレブが応援したから投票するような頭の悪い連中は日本だと金次郎に投票するような奴らだろ。アメリカは日本よりは幾分まともだったということ。マスゴミは両国ともにクソだが、今のまま首相候補生にしたら日本だと金次郎になる可能性大だからな。意識高い系トランプが大統領になるとアメリカは分断してしまう。矢印トランプ当選。矢印意識高い系トランプに投票したのは貧乏人や低学歴や肉体労働者。矢印労働者差別主義者でアメリカ社会を分断させる原因はトランプじゃなくてお前らやん。金持ち富裕層優遇だからな。自民党と同じだわ。眼蓄あるな。集合日本だと若者や働き世代を見捨ててきた自民公明立憲が若者と働き世代に見捨てられたと省以外と同じ構造なのかな。集合格差と分断が大問題なのに頂点に住んでる連中が応援してもそりゃしらけるわ。日本は労働者に寄り添った政党が勝ったね。日本人は賢いしな。アメリカ革命はまだですか。接戦にしたかったのなら民主党の候補は1サンダースにカリフォルニア州知事さん男だけど心は女の順だった。何もしない副大統領のハリスは最悪の選択だった。バイデンの撤退が遅すぎて副大統領のハリスにしか切り返す可能だったのが大きい。労働者に再配分しないで人権を問題化していれば民主党エリートの財布は痛まない。この左翼の戦略がバレたのが今回の選挙。ハリスのフォックスのインタビューがひどかったってブログを読んで俺の印象通りの内容だったみたいで安心した。人権フェミアルグトや移民を問題化してるやつは労働者を見捨てる。これは日本でも同じ。自分の理想とする世界を作りたいだけであって現実に存在する人間のことなんてどうでもいいからな。自分の理想に同調できないやつは悪だとまで思ってそう。優雅な暮らしをしている連中を生活に困窮している国民が支持するわけないだろ。トランプめちゃくちゃ優雅にお暮らし遊ばしてるやんけ。綺麗事を言う汚い富豪と汚い富豪なら後者の方がマシに見えちゃうんだろう。日本でも芸能人の応援演説は有権者を舐めてるってなくなったもんな。わら、ハリウッド終了。これでアメリカと NATO は参戦せざるを得ないね。
これで共和党はトランプを3回連続で担ぎ出してるが、次の大統領選どうするんだろうな。民主党に普通のが出てきたら負けそうだけど。民主党で大統領候補を争ったトゥルシー・ギャバードが共和党入りしたから、それにすれば両方の支持者を取れる。日本共産党と似てるな。労働者のための政党のはずが LGBT とか移民の応援団マイノリティ。共産主義は労働者階級を救う仕組みではない。ムッソリーニはもともと共産党だったが、共産主義に失望して社会主義を目指した。ヒトラーも共産主義は指導者が労働者階級を搾取する仕組みだと非難した。労働者が優先される社会は、ヒトラーが実践してムッソリーニが共感した社会主義。2016年にトランプが勝った時と構図が変わってないな。アメリカの左派は反省してないようだ。反省どころかよりひどくなってる印象。あいつらは負けた時は有権者はバカだと開き直るだけで、自分たちの何がいけなかったのか分析も反省もしないから、反省のないものに成長はありえないよ。あんまり言われてない気がするが、老人はされと若さアピールしたのが高齢有権者を遠ざけたと思われる。民主党支持も高齢者は落選させるに十分な割合が危険に回ってる。世界中で保守が躍進してるな。日本だけ世界の逆を一極化政権が誕生してしまった。ヒラリーの時と同じ失敗藁だから女はって言われるんだよ。でもトランプの政策はさらなるインフレを加速する政策ばっかりだけどな。藁4年後どうなってるのか楽しみだな。アメカスの社会実験。